Sisi to koto sereno minani yutte. Amen. Sui is Cristo no megumi kami no ai sereno majiwari ga minasan to tomoni. Mata anata to tomoni. Minasan se naru sagi o kuna mai ni watashi tachi no tsumi o mitome yurushi o negaimasu yo. Zen no no kami to kyoudai simai no minasan ni kokoaku shimasu. 私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。聖なる父よ、あなたは倒れていた世界を、キリストの死によって新しい命に立ち上がらせてくださいました。信じる者を罪の束縛から解放し、終わりのない喜びを味わわせてください。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、唯一無二に生き、治められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。レッツオーキー。その日、シェバの女王は、主の御名によるソロモンの名声を聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は極めて大勢の随員を伴い、香料、非常に多くの金、宝石をラクダに積んでエルサレムに来た。ソロモンのところに来ると、彼女はあらかじめ考えておいたすべての質問を浴びせたが、ソロモンはそのすべてに回答を与えた。王にわからないこと、答えられないことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と彼の建てた宮殿を目の当たりにし、また食卓の料理、居並ぶ彼の家臣、丁重にもてなす給仕たちとその装い、献酌官、それに王が主の神殿で捧げる焼き尽くす捧げ物を見て、息も止まるような思いであった。女王は王に、私が国であなたのご自責とあなたのお知恵について聞いていたことは本当のことでした。私はここに来て自分の目で見るまではそのことを信じてはいませんでした。しかし私に知らされていたことはその半分にも及ばず、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えています。あなたの臣民はなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたのお知恵に接している家臣たちはなんと幸せなことでしょう。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神主は称えられますように。主は常しえにイスラエルを愛し、あなたを王とし、
公正と正義を行わせられるからです。彼女は金120キカル、非常に多くの香料、宝石を王に送ったが、このシェバの女王がソロモン王に送ったほど多くの香料は二度と入ってこなかった。神の御言葉。神に従う人は神に支えられる。彼らのゆすりはいつまでも続く。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたの言葉は真理。私たちを真理のうちに聖なるものにしてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マルコによる福音、主に栄光。その時イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みんな、私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして、外に出される。こうして、すべての食べ物は清められる。さらに、次のように言われた。人から出てくるものこそ、人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、
貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて、人を汚すのである。主の御言葉。今日のイエス様の御言葉は、私たちに一人一人、鏡として、自分の弱いところ、反省になると思います。人を怪我するのは、自分の心から、頭から出ることです。それは、心からの、乱らない、行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これは、イエス様が言われた通り、私たちにも一人一人、こういった悪の行いから、私たちは自分の心と体を汚すことです。今日のミサで、イエス様の力、また聖霊の導きと照らしよ、私たちの行動、すべてを聖霊の賜物として私たちをいただくように、このイエス様の教えを心を留めて実行することができますように、誘惑から見守って自分の意思によって良い道をイエス様のことをイエス様と共に歩むことができますように、このミサを願いますよ。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。万物を治められる神よ、私たちに日々の糧として与えられたパンとブドウ酒が、永遠の命をもたらす遺跡となりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技をたたえ、いつも感謝を捧げます。あなたは、御言葉である御子によって、人を作り、御子の死と復活を通して、新しい人としてくださいました。作られたすべてのものは、あなたを賛美し、あがなわれた民は喜びにあふれ、救いの技をたたえています。私たちもすべての天使、聖人とともに、あなたの栄光を仰ぎ、感謝の賛歌を捧げます。Thank you.
ことに聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に、共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。教皇、フランシスコ、私たちの司教、トマサ・アクイナス・マイダ・マギオト、ウサ司教、パウロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟、姉妹とあなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますよ。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に、平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯有とこしえに。アーメン。主の今がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。
身の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。慈しみ深い父よ、あなたのための力となってください。主の食卓で養われた私たちが、古い人を脱ぎ捨て、新しい命に生きることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。皆さんにとりとり、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きますよ、主の日はのうちに。神に感謝。